このレッスンでは、スキャン画像からの PDF を検索可能なテキストデータにするためのテキスト認識機能について解説します。まずサンプルファイル02スキャンテキスト PDF というファイルを開いてみましょう。このファイルはプロジェクトファイルフォルダーの中の05フォルダーの中に入っています。ファイルを開きましたら、まず画面で見えている限りでは文字として見えているんですが、 画像となっているため、検索機能が働きませんえ。実際に検索機能で確かめてみたいと思います。編集メニュー、簡易検索を選択し、検索窓の中にカタカナで、クラウドと入力してみましょう。次へというボタンをクリックしますと、ご覧のようなメッセージが表示されました。このページには画像のみが含まれており、テキスト認識を実行して、 このページのテキストにアクセスできるようにしますかと聞いてきています。つまり見えている文字というのはまだ画像であるということを表しています。今回はここではいいえをクリックし、検索の窓についても閉じておきたいと思います。いいえをクリックすると検索が終わりましたよというメッセージが出ますが、OK。そして検索窓を閉じます。このようなファイルにつきましては画面右側、 ツールパネルウィンドウの中のスキャン補正というツールを使います。スキャン補正のツールの中のメニューにテキスト認識というのがありますから、こちらのこのファイル内をクリックします。さらに日本語としてテキスト認識するとしまして、テキスト認識ボタンをクリックします。するとこの作業でテキストとして既に認識されたデータへと変換されていますので、 スキャン補正のメニューにつきましては、閉じるボタンをクリックし、そして先ほどと同様、編集メニューの簡易検索を使って、クラウドという言葉で検索をしてみましょう。次へというボタンをクリックすると、文中のクラウドというところがヒットしました。もう一度次へとして、この文書中のクラウドというところがちゃんと検索できるかを確認してみましょう。検索が終わりますと、 このような終了、検索終了のメッセージが出ますので、OK としていきます。このように、スキャン画像に対してのテキスト認識につきましては、PDF に変換するときにも設定はできますけれど、画像となったままの PDF のテキスト認識させたいときには、ご紹介したようなスキャン補正の中のテキスト認識機能を使うといいでしょう。このレッスンでは、 PDF ファイルに対するテキスト認識機能について解説しました。